クイアーズ・フォークはもともと英国で制作された同性愛者を主人公とするテレビドラマである。1999年に英国内で放送された。その後、米国で米国版としてリメイクされ、米国及びカナダにて2000年から2005年まで放送された。後者は高い視聴率を獲得し、特にカナダにおいては大きな成功を収めた。タイトルの クイアーズ・フォークは、ウェールズ地方のことわざ、ゼアーズ・ナッシング・アズ・クイアーズ・フォークにちなんでいる。クイアは、英語圏では、同性愛者を指す用語なので、家族のような芸という意味もかけた、ダブルミーニングになっている。本校では、知名度の高い米国版の内容を中心に記述する。第1期から第5期までの前後期で構成されており、同性愛をテーマにした作品では、異例の大ヒットを記録した。 同性愛ドラマの先駆けとも言える存在。2005年に放送終了した。原作である英国版をもとに北米の視聴者へ向けてリメイクしたため、序盤の物語の展開は英国版のままだが途中から展開が変わっていく。英国版より話数が長いためか、米国版の方が国際的な知名度及び人気は高い。友情、恋愛、セックス、結婚、離婚、 家庭、家族、仕事、出産、育児、教育、健康、老化など、ごく身近で普遍的なテーマはもとより、差別、児童虐待、売春、暴力、犯罪、テロリズム、ドラッグ、政治、社会貢献、人免疫不全ウイルス、高天性免疫不全症候群、宗教、アイデンティティの確立など、よりグローバルかつ社会的なテーマをも、同性愛者の若者たちを、 主人公に等身大で表現しており、コメディ俳優や実際にカミングアウトしているゲイの俳優を起用するなど、同性愛者や同性愛支持者などから強い支持を得たことが大ヒットにつながった。ゲースポットのバーやクラブを舞台に盛り込み、ゲイのトリックなど他の作品にはあまり見られないゲイの性生活を積極的に表現。過激な性描写も特徴的。 撮影は主にカナダのトロントで行われた。これはトロントがゲイフレンドリーな土地柄という背景もあるが、組合の権力が大きく撮影人の人件費が高額な米国内での撮影を避けたという経済的な事情も大きい。ただし、この番組の制作費は開始当初で1話あたり100万ドルに設定されており、低予算という規模ではない。出演者だけでなくスタッフにも 同性愛者が多く参加している。同性愛者は、勝負遣いにも少なからず存在するが、その多くは、自らのセクシュアリティを持って社会にメッセージを投げかけるような制作活動は、困難な状況であった。この番組では彼らに機会を与えるという目的もあり、米国のみならずカナダ、オーストラリア、英国、ニュージーランドなど英語圏の各国から、同性愛者の映像スタッフが集められた。 ゲイによるゲイのための連続ドラマという得意なコンセプトであるため、配役には相当な時間と労力を要した。特に主人公、ブライアン役は最後まで適任者が見つからず難航した。逆に、ジャスティン役は早期の段階で決定しており、オーディションに現れたらアンディ・ハリソンと初めて対面した制作者陣は小学生に見えたと実感している。ドラマ内で使われる音楽も、 ゲーウケを狙った曲を選出しており、サウンドトラックも発売されている。ドラマで使われているバックグラウンドミュージックには、ビオクラが使用されている。第5期の第1話では、歌田ヒカルのエクソダスに収録された、デビルインサイドが使用された。第5期の第10話では、シンディローパーが本人役で特別出演し、劇中で持ち歌のシャインを歌った。同曲は、アルバム、 社員の表題曲ではあるが、劇中で使用されたバビロンミックスとは、編曲が異なる。バビロンミックス版は、第5期のクイアーズフォークのサウンドトラックに収録されている。放送日から数えて14年後の2014年2月、全米最大規模の映像配信事業者である、ネットフリックスがクイアーズフォークを配信し、新しい視聴者を開拓した。今まで、 この番組を見聞きしたことのなかった20代前半の世代はクイアーズフォークの先進的な描写に驚愕するとともに本作を支持し好意的な反応を示している。ショータイムは2014年6月のプライド月間を記念しクイアーズフォークとエルの世界を同月から11月まで再放送すると発表した。日本では婦女子を中心に認知されている。現在のところ 日本国内では放送されておらず、DVD も海外版が発売されているのみである。日本の通販サイトでも海外版を購入できるが、国内 DVD デッキと海外版のリージョンが違うため、リージョン変更、またはリージョンフリーのデッキなどの設備が必要となる。さらに海外版では日本語字幕、日本語吹き替えもないため、日本語版での発売を求める声も多い。 同じ同性愛の海外ドラマということで、L の世界と対比され、なぜ、L の世界は日本で公開できるのに、クイアーズ・フォークはダメなのかという意見がしばしば聞かれる。これについて、ジェンダー的観点から論じられることもあるが、それは必ずしも正しくない。L の世界は比較的温闘な描写の作品であるが、クイアーズ・フォークは性的に過激な描写が参見される。 作品が持つ真のテーマをきちんと伝えるためには、まず作品自体に興味関心を持ってもらわなければ何も始まらないため、過激な描写は、ある意味での薪絵のような存在ではある。しかし、日本では、性的に過激という一点のみをもってして、不適切と断じられる向きが多い。また、いくら薪絵のような存在であったとしても、物語を展開させる上での根幹をなすシーンも多々、あるため、 それらのシーンをただのポルノとしてカットすることを米本国の権利者は好まない。そのため日本の各媒体が本作の放送及び配信などを寄付し日本での展開はめどが立たないまま現在に至るクイアーズフォークも L の世界も米国ではケーブルテレビ局であるショータイムが制作し放送した L の世界は日本ではすでに20世紀フォックスが配給を自宅し 日本国内にて公開したクイアーズ・フォークはショータイムの株主である CBS コーポレーションとの関係からかワーナー・ブラザースが北米以外の各国における国際配給を受託しており日本ではワーナー・エンターテイメント・ジャパンがその任に当たっているしかし本作は連続テレビドラマという性質上日本国内の媒体による大規模な放送または配信がなされなければ 作品の知名度が高まらない。そのため、ワーナーホームビデオがただ DVD を製造、販売したとしても、日本語版の制作に費やした費用を回収することは難しくなる。字幕版、または吹き替え版を制作するとなると、配給会社である、ワーナーエンターテイメントジャパンが、その制作費を負担することとなるため、配給会社としては、慎重な姿勢を崩せない。利益に結びつかなければ、 日本語版の制作は不可能である。L の世界ですら、当初はビジネスにならないため、DVD 化は予定されていなかった。さらには、本作は、同社の米国本社が権利を保有している、ハリー・ポッターシリーズのような作品ではないことと、映像産業ならではの新作市上主義の風潮が追い打ちをかけ、ワーナー・エンターテイメント・ジャパンが他社の古い受託作品に、 優先的に予算を割り当てることは考えがたく、本作が同社から日本国内で発売される可能性をさらに押し下げている状況にある。舞台はペンシルベニア州ピッツバーグのゲータウン、リバティアベニュー。マイケル、エメット、テッドは出会いを求めて夜ごとクラブへと繰り出していた。あまり目立つ方ではない3人はいつもイケメンたちを遠巻きに眺めているだけ。 だが、マイケルの親友であるブライアンは違う。誰もが彼とネタがり、彼も、毎晩適当な相手と、その場限りの快楽を楽しむ。愛なんて信じない。信じるものは、体だけ、恋人なんて作らないと公言してはばからないブライアン。ある夜、ブライアンは、高校生のジャスティンと偶然出会う。当然のように彼を連れ帰り一人用を共にするのだが、初体験だったジャスティンはブライアンに本気で、 惚れ込んでしまった。同じ夜、ブライアンとは、窮地の中であるレズビアンのリンジーが男児を出産。リンジーは、ブライアンから、生死の提供を受けて妊娠しており、パートナーのメラニーと共に二人で息子を養育する、決意を固めていた。いつまでもは各自由奔放に生きていたいと願う、ブライアンだが、ジャスティンとの年齢差や、実施の誕生により、自身の生き方を見つめ直す機会を嫌をなく、 突きつけられる。同時に、ブライアンに16年間も報われない感情を抱き続けてきたマイケルにも転機は訪れ。詳細は、クイアーズフォークの登場人物一覧を参照。ブライアンキニーエン、ゲールハロルド誰もが彼とネタがるほどモテる。ピッツバーグ一のイケメン。職業は広告代理店の講座主任。特定の恋人は持たず、一度ネタ相手とは二度としない。主義、異常にプライドが高く、 自由奔放で自己中心的な性格は周囲との衝突を招くこともしばしばだが時には良き相談相手の役割も果たす。両親と姉がいるがほぼ絶縁状態。マイケルとは14歳の時からの親友、ゲイでありながらもレズビアンのカップルに生死を提供することで一時の父となるジャスティン・テイラーエン・ランディ・ハリソン放送開始時は17歳の高校3年生だった。 ブライアンに初体験を捧げて、以来、ブライアンになつき、ついには自宅に転がり込む。素直で一途な性格だが、頭の回転が早く計算高い面もある。両親と妹がいる。絵の才能がある、芸であることを理由に、学校でいじめを受けている、マイケル・ノボトニー・エン、ハル・スパークス・スーパーマーケット勤務。趣味は、アメリカンコミックスの収集。ブライアンとは、 親友で、密かに友情以上の感情を抱き続けている。温厚な性格で誰とも隔たりなく接するが、ブライアンを慕うジャスティンだけは心よく思っていない。交際相手は、年上が多く、恋人に対しては、積極的。母子家庭、エメット・ハニー・カット・エン、ピーター・ページ・マイケルのルームメイト、ゲであることを隠さない生き方を貫く、ブティックで働いていたり、ハウスキーパーや、 パーティーコンパニオンのアルバイトをしたり、後にはパーティーコーディネーターとしても活躍する多彩な人物、誰に対しても優しく、柔和な性格、ミシシッピ州の貧困家庭で育った、テッド・シュミット・エン、スコット・ローエル、テッドは愛称で、正しくはセオドア、ユダヤ人、会計士として会計事務所に勤務、経営学習士を収め、自動車を保有し、自宅まで購入する。 他人から見れば純風満帆の人生であるように思えるが、自身の容姿が他人よりも劣っていると思い込み、性格はやや屈折気味。エメットとは特に親しい、オペラ鑑賞が趣味。メラニー・マーカス・エン、ミシェル・クラニー人権派弁護士、ユダヤ・教徒でテッドとは親しい間柄、リンジーのパートナー。勝気な性格でブライアントは献猿の中だが、仲間の窮地には強い味方となる。 出産と育児で働けないリンジーに代わり、家計を支える。しかし、リンジーが出産した男児のジップがブライアンである。事実は覆しがたく、リンジーとブライアンとの関係を勘ぐりしばしば嫉妬する。婚姻により法的に保護されない、同性愛カップルの親権及び養育権に関して、私と共に戦う、リンジー・ピーターソン・エンテア・ギル大学時代からの、ブライアンの友人であり、メラニーのパートナー。 ブライアンから生死の提供を受けて男児を出産した。元美術教師でジャスティンにとっては良き相談相手、メラニーと同居中。両親が彼女の生き方をなかなか認めてくれないことや、ブライアンとメラニーの仲が悪いことに頭を悩ませている。デビー・ノボトニー・エン、シャロング・レス・マイケルの母、ピッツバーグのゲイタウン、ディバティ・アベニューのダイナーでウェイトレスをしている。世話好きで。 みんなのお母さん的人物、息子のマイケルがゲイであることを理解しており、レズビアンとゲイの親、家族、友人の会の活動に熱心、ジャスティンの母ジェニファーにとっては、良き相談相手、ビッググラッシエン、ジャック・ウェザー・オール・デビーの弟で、元パティシエ、後天性免疫不全症候群を発症したため、職を辞し、現在は姉であるデビーの自宅に身を寄せている、症状を抑えるために、 多剤併用療法を受けているとみられ、多くの薬を服用している。自分の存在が、姉の生活の負担となっているのではないかと憂慮し、できる限り独立した生計を営むべく奮闘する。ゲイとして、陽性者として、迷える周囲の人々に対し時に、重要な助言をする。ジェニファー・テイラー園、シェリー・ミラー・ジャスティンの母、裕福な夫との間に、長男・ジャスティンと、長女・モリーを設け、 専業主婦としての日常を送っていたジャスティンが高校生となり次第に自分や家族から距離を置き始めたことに気を揉む母として我が子のありのままの姿を理解すべく時には周囲の助けを借りながらも主事の困難に対したいあたりでぶつかっていくダフニー・チャンダース・エン・マカイラ・スミス・ジャスティンと同じ高校に通う女の子ジャスティンとは親友同士であり ジャスティンの良き理解者として共に高校生活を送る。彼が初めてリバティーアベニューに出かけた際には、ジャスティンの母ジェニファーに対し、ジャスティンのアリバイ作りに協力した。ありがとうございます。